はい、皆様おはようございます。柳瀬お垣屋敷代表の吉村でございます。今司会の稲垣からも ありましたが、2年ぶりに帰ってまいりました。まず、ここの私たちが思うところは、この愛する柳瀬に、日本一の価値を作りたいと思っております。日本一とは言っておりませんよ。本当に、柳瀬と、共に歩んで、柳瀬に日本一のお化け屋敷があると、思ってもらえるような、そういうこういった子どもたちが大人になった時に、柳瀬を誇りに思えるようなお化け屋敷を、作ってまいりました。まずは、ここまで、作ってきた我々スタッフ、今日も来てない人たちも含めて汗を流した人たちに、感謝を伝えたいと思います。